川谷がいるって聞いたもんだから。お、バッタさん、バッタさん、バッタさんもいるけど、巨大な川のカニがいるっていう、巨大川ガニがいるって聞いたから来たんだけど、多分こういうとこいるんだよ。はっ、ここおるな、巨大川ガニが。川ガニがいねえか。川のカニが、巨大なカニが、うっ、なんだこれ。何これ、脱皮した跡か、死んでる、なんかに食われたな。カラスか。結構でかい巨大川ガニだな。じゃあやるか。おるぞ。ここがおるんじゃねえか。おったおった、うおうおうおう、カニがおった。カニが、やっぱりおった。食べよう。カニ、カニが、逃げちゃ逃げちゃ、カワガニおった。でっかい、やばいやばいやばい、パワーがすげえや、巨大カワガニ。この手噛まれたらみんな気をつけて、手とかちぎれるから。サンドルっぽいな、カワガニが。いないな、一匹しかいないな。カワガニ、あれ、一匹しかいないぞ。おかしいな。あれ、カニがいなくなってる。え、土に潜ってるのかな。うわ、あったあったあった、うわ、あう、やばいやばい、動きが早い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 動きが、かがりかがり動きが、カニがおった。こんなところにカニがおった。まあ自分で入れたんだ。これはおるわな。だけどね、10匹入れたのにさ、いたのは2匹。ほとんどいないな。共食いしたっぽいな、どうも。はい、カニくん今日いただきますんでね、ごめんね。今日は料理します。めちゃくちゃパワーがすごい。いるかな。お、フィッシュ、フィッシュ、おっとおっとおっと、ふった、でかいでかい、巨大、最大サイズ、パワーがすごいなこれ。カニがおった。いい匂いがする、カニの匂いが。まだいるかな。カニさん、コン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 、
ニさん、カニさんいないかな。なんかいないな。こういうとこにカニが隠れてる。巨大カワガニが、天然物がいるんだよ、こういうとこに。10匹いるはずなんだから、まだおるだろう。おるだろう、おるだろう、おるだろう。うーわー、おった、やっぱり。動きが早い、動きが早い、動きが早い。手噛まれた、今手ちぎれるぞ。やっぱりおった、巨大カワガニは。この夫婦芸疲れてきたわ。普通にやろう、普通に。おるかな、おるかな。巨大カワガニゲット。こういうとこに隠れてるんだよ、このカワガニは。お料理を、お料理をね。いいね。もうちょっとシェフのやることに口出さないで。自分はプロの料理人。これほんと噛まれたらやばいから。やばいよ。ちょっと草がある、草がある。めちゃ動いとるか。いや、だから元気でもさっきまでいけすぎたのに。まだちょっと料理酒でね、軽く締めましょう。料理酒攻撃で。なんかちょっと弱らすな。水をちょっと入れます。蒸しますよ。こういう、うわうわうわ、一匹ゴン、うわー、ごめんね、気持ち悪い。あー、怖い怖い、怖すぎる。噛むからな、こいつら。ちょっとごめんね、今から食べるからね。1、2、3、うわ4、うわー、危ない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 、うわしょん。あー、もうめちゃめちゃ、ちょっと俺これかわいそうだな。なんか自分もさ、カニとして生まれたらこういう目あったらさ、もうしゃあないがね。カニが食べられるためのもんだよ。かわいそうだかね。人間なんか食べなきゃんから、しょうがないからね、そんな。これはちょっとかわいそうだけど。かわいそう、かわいそう言ってながらもおいしいおいしい食べるんだもんね。ちょっと俺はこう善意が痛むな。うわー、ごめんね、イキガニ君。これ地獄焼きってやつね、こういうのね。あー、ごめんね。ただちょっとこれ、生きるってどういうことか、みんなに知ってもらうためにちょっとここノーカットでいこうか。生きるってこういうこと。相当熱いね、これ。めちゃめちゃ熱い。ちょっとね、閲覧注意ですけど、これ赤くなってくるから。今もう沸騰して、あーに、ちょっとこれマジちょっとかわいそう。一匹逃がしたろか。一匹だけちょっと逃がそう。この子はかわいそうだ。一匹、お前はよかったな。逃がそう。ちょっとかわいそうだったね。一品焼きね、ちょっとビオトープ入れました。一匹のしぼりでしたね。あの子は飼う。雑談ちょっと、確かにね、これむごいわ。もうそろそろ大丈夫かな、暑さで。だから俺は言ってるんだよ、人間を大事にしろって。うん、あの自然を大事にするのも大事だけど、もっと人間大事にやと。サワガニってめちゃくちゃ寄生虫がいるって言うんですよ。なんでこのカニももしかしたらいるかもしれないね。入念に今やってます。合格。オッケー、熱いぞと。おお、サワガニくん、めちゃくちゃいい匂いする。うわ、これは熱々熱々熱々。はい、ということで、綺麗にできました。盛り付け、めちゃくちゃ熱いよ。うわ、熱っ。うん、これは匂いがやばいぐらいいい。ちょっと食べてみましょうか。つまんでみます。結構強めに火通したんで。味噌があるね。ワタリガニだ、これ。
渡りガニと同じ味がする。いくよ。濃厚。これね、ロブスターよりうまいよ、この間の。量は少ないけど、いただきます。食べれるこれ。卵餅めちゃめちゃうまい、これ。茶会も食べて。はい、うまいよ、これ。これどうやって。どうせんの。うん、美味しい。美味しいね。これはうまいわ、ここ濃厚ですわ。ここ食べるとかあらへんやろ。とりあえずとりあえず。わ、美味しい。うまい。ということで、うん、ゆっくり食べようと思います。これはうまいよ。これ味噌汁にしてもいいし、鍋に入れてもいいけど、食べる量が少ないっていうのはあるけど、めちゃめちゃでも濃厚な渡りガニを超えてくる味でするわ。癖がないですね。めちゃめちゃうまいよ、この皮ガニ。美味しい。こんで1匹1万円でも売れるよ。1万円くらいの味出してる。ちょっと俺ここしゃぶるわ。ここ、これはうまい。うまいわ、これ。もう食べれんの、これ。いや、全部食べれる、割って身まで。これはダメやろ、肺やろ。肺は食べちゃダメよ。とにかくうますぎる、うん、いいでしょ、うん、ウニより高い。だから1万円くらいするね。おいしい。うん、1万円は1000円。これはいいわ。この身の部分食べたんですけど、マジでこれ渡りガニ超えてるかも。これ絶品だわ、マジで。確かに美味しい。これはうまい、うん、ちょっとしゃぶりつく感じになるね、ここ。そうだね。卵と背わた、この足の根元の肉がついてる丸ごと、うん、これはうまいぞ。いただきます。うまっ。丸ごと、うん、卵と味噌。美味しい。めちゃめちゃうまい。